はい、皆さんどうもおはようございます。こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、 K の大冒険です。てなわけでね、今回もゴジラ VS やっていきたいと思います。ピク剣いるね。ピク剣と B は、おう、どうしたどうした。せい。おー、でもまあ、なんかいきなり攻めてこない感じはあれですね。いい人そうというか、まあね、平和協定の余地はある。おいでゴジラ。知らない人からすると2対1に思われそうだもんね。逃げなくていいんだ、大丈夫。怖い軍団とかじゃないから、大丈夫だ。俺を真ん中に入れてほしいんだけどな。でも絵面的にゴジラが真ん中の方が、ああまあ、ありがとう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 。あ、どいてくれた。あ、なんだこのゴジラ意外と知ってんじゃん。しかもなんかタイミング合ってねえな、おい。かっこいい。待って、早い。ゴジラさん早い。ゴジラ先輩早いっす。それ無理っす。おお、いて、あー、なんかありがとう、カットしてくれたのかな。あれあれ、どうしたどうしたどうした、なんか回収なのか回収なのか。どうなんだい、始まったのかい、まだやるかい。じゃあ取るか。三式リもしっかり落とすならちょっと俺下がらないよね。こんな感じか。おお、かっこいい、素晴らしい。よいしょ、おお、素晴らしいね、ありがとう。よくわかったね。そろそろ終わろうかなと思って。よいしょ。あれ、なんかあっちのゴジラもやってんな。今やってたよね。あっちリスナーさんなのかな。お、じゃあ始めるぞ。なんか許可取れたっぽいから向こうも。よいしょ。でも多分あれ、ノラだよね。最初俺らから始めようぜ。いて。分かってくれたかな、今ので始めるよーって。すーん。メカ2体に迫られる。ゴジラ。すーん。おお、よくぞよけた。ちゃんとね、ピク剣もね、刺そうとしてるね、しっかりね。あれ、なんでそっち行っちゃうんだろう。おったぶん。なんか壁攻めみたいになってる気がするな。いってってて。いったいった。さあどう来る、これは痛いぜ。痛い。痛い。
届くかこれ。いた。おいしょ。もう一丁いくよ。しかもそっちに。おー、避けるね。でもそっちを狙ったつもりはねえんだけどな。おー、いいね。なんかゴジラかわいそうな気がするな。おー、いいじゃん、いいじゃん。おー、いいね。いてて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 。殴らせてもらおうか、一発。吠え終わるでしょう。せい。うわ、綺麗だな、やっぱりこいつ。ゴジラがなんかかわいそうな気がする。しかも今三色キル当たってなかったな。なんかリンチな気がする。届かない。あピクゲンやめてあげるんだ。俺らでやろうぜ。おお、やる。おっ、ほい。おお、三角強攻撃。何。おお、失敗したな。おお、何。おお、まあ回避するだろうな。よいしょ。なんかあのゴジラ動かなくなっちゃった。いた、いた。おー、うまい。おー、やる。きついね。届かねえか。き、んー、蹴れ。よーし。おお、おお、おいしょ、よいしょ。んー、なかなか厳しいね。ゴジラのそのそ歩いてんな。これは使うしかない。おお、うまい。で、三角、あれ、や、やらないの今か。あえて横行こう。ゴジラの方行く。おーっと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 。やっぱピクケンうまいなー。つーん。ちょっとおねむだな。お、ちゃんと戦ってるぞ。おお。逃げてるよ。おお、追うね。ずいぶん贅沢な使い方だけどね。この燃え盛ってる感じのところかっこいいよね。たまらないよね。炎とこの煙がいい感じ出してるよね。一回降りて。おいら。かっこいいシーン見せてくれ。うふぉ。なんかこれ、これこそ凶悪怪獣みたいな感じになってる。ズゴーかっこいいって言ってるそばからなんか終わってるな。
次は近づけさせないぞ。アウチ。うお、対処法知ってるね。おっ、わあ、おっと、おっ、ついおお、避けるね。これやってから、あれ、え、なんだ、おっ、どうだ、おお、なんか今変にバグったけど、でもなんか勝たせてくれた感がすごいんだよね。いや、長年やってるとね、なんか手加減っていうのはちょっと分かってきちゃうんですよ。完全に手加減してたね。いやー、ありがとうございます。ほんとありがとうございます。もうね、リスナーさんみんな空気読めすぎ。マジでみんな優しいよね。なんか知らないけどすっごく優しい。おいしょ。俺なんかこの頃メカ系ばっかな気がするな。お、また出会いましたね。あ、しかもキングギドラ。お、あれ、ここ K の大冒険ビルがあるところじゃないか。おお、いい絵が撮れそうだ。楽しい。お、しかもこのヌルヌル感はまさかまさかまさかの、おお、来ました。全員リスナー来た。てなわけで、あそこ壊さずに入れるぞ。おいしょー。あ、壊しやがったな。ここなんか気持ち悪いな。首うねうねしすぎや。あ、ちょ、危ない危ない。このままやったら、バトラ死んじゃう。多分半分はいくね。この距離だと。あれ、なんだ、バトラちょっと、あ、前に出てんのか。俺後ろに、前に出ればいいのかな。見えません。見えません。重っ。あら、綺麗。上から撮るといいね。素晴らしい。ありがとうございます。ちょ。ほっ。よーし、いいね。オッケーオッケー。ふう、うわ、もう始まってますからね。おお、おお、なんか熱いバトルになってるね。すごいハメ攻撃になったね。おー、逃げろ。おっと、おっと、おー、痛い、おー、痛い、どうだ、いって、うお、うまいな。おー、熱いね。
おー、熱い。おお、先手がそっちだったか。横に行くのね。どうだ。おお、なんかすげえな。いた、いて、なんかいい勝負。もうバトラー掴んだの初めてかもしれない。通り過ぎてった。よいしょ。危ない危ない。おー、離れるか。いや、羽が邪魔で見えねえんだよな。おいしょー。どうだ、痛い。おいしょ、ほい。おお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 、すごい勝負。おいしょ。あー、あぶねー。あれ、バトラー死んでんのか。どうだ。よっしゃー、先読み成功。よかったー、これは先手取ったぞ。ありがとうございました。いやー、よかった。今回すごい勝負だったね。あ、バトラー最後踏んでた。ごめん。着地地点がね。てか、意外とみんな近くなところで死んでんのね。いや、今回熱かったね。言葉にできない熱い戦いだった。楽しかった、今回。すごく。はい、というわけで、乱戦ありがとうございました。これからもリスナーさんどんどん会えたら嬉しいです。はい、というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。